最優秀監督賞は横浜 F マリノス岡田武史監督です。また今年も、この賞をもらえて本当に光栄に思っております。実は一昨日、埼玉でチャンピオンシップの第2戦終わって、テレビ各局の取材出演をして家に着いた時はもう午前の4時でした。もちろん家族は全員寝てて、女房を起こそうかと思ったけど怒られそうだったんで、一人で冷蔵庫からビールを出して一人で祝杯をあげました。なかなか優勝したという実感が湧かなくて、今日これを手にして初めて優勝したんだという実感が湧きました。2004年度 J リーグ新人王は森本孝之選手です。今年1年を振り返るといろいろな経験ができました。一瞬一瞬が勉強の毎日でした。このような賞を受賞できたのもアルビレス監督やコーチ、フロントの皆さん、そして今まで育ててくれた下部組織のコーチやお母さん、お父さん、お兄ちゃんに感謝したいと思います。Para mim é motivo de alegria estar recebendo esse prêmio também. Desde o ano passado que eu venho buscando ele. E esse ano, felizmente, eu consegui. E isso serve de incentivo para mim. Próximo ano, voltar com mais força e lutar para estar recebendo novamente esse prêmio. こういうことできて嬉しく思ってますし、これからまたそういうことを励みになって、来年からまたこういうタイトルいただけるためにも頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございました。2004年 J リーグ最優秀選手賞は横浜 F マリノス中澤裕二選手です。今シーズンは非常に開幕前から厳しい試合が続きまして、最後のチャンピオンシップの決戦まで進んで、本当に厳しいシリーズだった中で、本当にチームが優勝できたということが、自分にとって一番嬉しいことです。これからも、毎日のコンディション管理、練習を集中してやる、そして試合でベストを尽くす、この3つをモットーにやっていきたいと思います。最後に、こんな僕に、勇気を与え、最後まで支えてくれた横浜 F マリノスのサポーターの皆さんに感謝をしたいと思います。どうもありがとうございました。